はい、どうも、ワンマイリックです。前回はですね、まあ、ちょっと、バトルに、ちょっと苦労しておりました。まあ、別に、まあ、序の口のないバトルの駆け引きに苦労しておりました。今、ただいまですね、クロガネシティのね、ポケモンセンター2階の方にいます。ただいまの時刻は、12月、31日、2021年12月31日、20時46分でございます。さて、ジムリーダーを探してみましょう。前回の動画の中でも言いました通り、どこにいるんでしょうかね。はい、地図上見ての通りです。さあ探しに行きましょう。さあどこにいるんだ。あ、炭鉱博物館、あー懐かしいね。まあそれはまた後々にして、さあどこにいるんだ。あー、どこに行くでしょう。さあ、わかんないな。ここはいいや、また別の機会に来るとして、あ、ここは関係ないから。またこれは別の機会にしよう。さあ、とにかく探しましょう。どこにいるんだ？これか？あれ？何これ？炭鉱博物館。あー、あれか。これ化石の研究者ですね。はい、おっしゃる通り。まあ、文言通りですけど。あー、これかつて海だったらあれかな。はい、読みたい方は一時停止してお読みください。私は読み上げません。まあ、このゲーム実況はね、ゆっくり感覚で読ま、やっていきますので、ご了承の上でお楽しみください。まあ、ちょっと気楽なベースでね、こういったゲーム実況をやっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、読みたい方は一時停止してご確認ください。文言は読みません。ご覧のような文言は読みません。基本的にはね。よほどのこと以外は読みませんのでご了承ください。さあ、ところで、どこにいるんだ？どこにいるんだ？さあどこにいるんだ。あれすげえオタクっぽい。ここは、はい、おお増えてますけど、行きましょう。さあどこにいるんだ。わからない。こんなとこにいるわけがないよね。あれあれ、ああ、これは後々分かれる話ですね。まあ、ご存知の方をお察しください。炭鉱、ああ！
こっちか。わかったわかった。これが炭鉱。あれ、あれ、お母さんみたいな、なんかいるな、この方。さあ、あ、おっと、読んでない。持ち物に注意。おお、どこにいるんだ。あ、なんかがある。まあそれはいいんだけど、なんだ。あ、ここズバットがいるんだ。ズバットか、懐かしいけど、あ、あ、いや、相手にしてる暇はないのでスルーしたいな。本当ならスルーしたいんだけど、さあどこだ、ジムリーダー。ふーん、うん、わかりました。点検を行います。手札確認、 HP よしよし、順序よし。さあどこだ、ジムリーダー。あ、なんかワン匹みたいな犬だ。うん、野生だ。ちょっと先を急ぐんでね、失礼します。さあどこにいるんだ。あ、いた、この方ですね。あれ、行っちゃった。ちょっと追いましょう。だそうです。ちょっと先を急ぎます。しょうがない。鉄砲、はい、こっち行きなさい。急ぎます。さっき読みたかったのはこれですね。黒金炭鉱出入り口、はい、まあ、さっき見たじゃないかって思うかもしれないけど、もう一度、飛び出すポケモンに注意だそうです。どこだ。さあ追いましょう。手札確認、よしよし。じゃあもう主力はもうこれだけだから。はい、いたいた。
開いた。おお。さあ、どんどん来ま、あ、いや。あ、この方にちょっと話聞いておきましょう。オース、未来のチャンピオン。で、さっきのせっかちそうな少年にも言ったけどな、ここのジムリーダーのは使い、岩タイプの使い手、岩タイプのポケモンは水を嫌ってるぞ、いいな。あと草も苦手らしい、なんだか弱点が多いな。だけど油断はするなよ、弱点をカバーするからこそジムリーダーだぜ。あー、まあ知ってる人はお察しください。はい、どうしようか。まあ次の時はそうはいかないと思うので、今日はちょっともう贅沢してかわします、少年たちを。はい、この方ですね、ひよた。将来もう終わっちゃうな。はい、わあ、なし、このまま。おお、はい、ご注意ください。あー、ヒタンとしですが、これで終わっちゃうんだな。おー、大ダメージはいった。あー、頑丈の特性ですね、1こらえました。もう終わっちゃうけど、あー、入れ替えるとこれ痛くなるんだよね。まあ入れ替えないけど、入れ替えると反動受けられるからね、やめておきますけど。はい、いただいた。おお、はい、来た来た。 HP よし。さて、ステップボール。さあ、もうとどめです。うーん、わー、やられた。ほほほほ、来たな。もう先手を打って笑ってもらおう。さあ、食い込むからな。こうせっか、これはちょっとやばいな。さあ、これは将来。わあ、ここで使いやったな。わあ、
これはちょっともう出直しだな。ああ、足だと無理だから、ジェミロカットはご覧の通り、体当たり以外しか使えないか。うわこれ終わったな。これはもうブーイング覚悟ですみません。はい、ちょっとこれも回復してもう一回入れ直し。強化しましょう。転がる星いらねえだろうね。素早さ上げるのに必要だったかな。体当たりいらない。将来、愛を捕まえください。速攻で。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございます。お忘れ物ないようにご注意ください。まあそんな冗談台詞はあさておきリベンジです。先ほどはすみませんでした。さあ。二人の少年を倒せばなんとかいけるでしょう。ああここはもう序の口発射オーライ、もうマイミンテージポッチャマくん発射オーライ、はい捕まっててください。もうサムエマスターのぼりくだり今何度もしつこいけど。はい、
て叩いて終わり。あー出た。まだ追試のまた頑丈でやられるからいいでしょう。ただもう一丁行きましょう。うわ。で、おう。気分し、ああこれは必要ですね。鳴き声いらないな。当てて消しましょう。さあこのままいきます。さっきは不可能でしたけど可能にしてありますよ。はい、これか。いい言葉ですね。こちらも諦める気はなし。こちらも回復。まあ両者で回復ですけどもね。よし HP よし37。気か。ああ緩んでるとこれ痛いのでもう一個使います。よし、これで撃破。はい、ご乗車ありがとうございました。お忘れ物ないようご注意ください。もうサブウェイマスターの野森クラニのバスバージョンか。そんな茶番デリフは置いといて。続く忘れさせるわ。はたくいらない。よし。はいはい。硬くなるは、なんだっけ。硬くなるとは、はい、ご覧の通りですね。丸くなると硬くなる、もうほぼ等しいな。丸くなるはいらない。コールバッチゲットだぜ。はい、曰くなき。はい、おお、ありがとうございます。ステルスロック、ああ、これは痛いですよね。はい。おお、あれコンテストのあれですかね。では点検を行います。
よし。よし。あ、転がる。あー、岩タイプの技。ロックカット。砂嵐いらないな。あとで、よし。たら、アリツを覚えさせますか。岩砕き。あー、そっか、3個か。これね、あ、懐かしいな。何個も何回も使える方式じゃないんだよね、これ。ほんとなくなったらやばいっすよね。よく考えて使わないといけないですね。はい、どっちみしろ持ってるのはこれしかいないのでいいでしょう。砂嵐いらない。もう味方の特性とか、もしくは相手のね、特性や技なので回せるのでね、いらないっしょ。ただ邪道ですから、個人的には。はい、よし。これいらねえな。ステルスロック。さーて、さて、ポケセンに一旦戻りますかね。はい。あ、まだ読んでなかった。このグラス、サングラスかけたおっさんのね。はい。はい。で、出まして。一旦回復に向かいましょう。はい。よし。HP 満タン、よし。さあ、お、ここ、なんでしょうか。ああ、これもしや。ああ、インターネットのあれかな。お客様、何ですか。はじめまして。ああ、青菜さん、どうも。あ、インターネットのあれですか。あ、これはまたね、後々やっていきましょうかね。世界中のトレーナーとのね、対戦や交換を、まあ、将来的にね。聞いときましょうか。知りたい人のために。はい、読みたい方は一時停止してお読みください。私はお読み上げません。はい。ということですね。すごい。進化してますね。また今度だな。まあ、リモートみたいな感覚でいいですね。こういったの、まるで。これはいいね。Nintendo DS 時代に比べてもね、えらいほど変わってますね。これ、あれか、XY のあれかな。変身できるやつって。XY のあれだ。今までこれなかったからね。最初の初見動画の中でも言ったけど。おしゃれなんてそんなのなかったからな。この変身自体の機能も。ちょっとやってみますか。あ、これか。あっちの変身か。
いえいえ。何どの隣が。すげえ。いや、まだよくわかんないのでやめときます。ではね、気味のいいところで、今回の動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やね、Twitter のフォローなど合わせてお願いします。